今日の相田光雄さんの先生の言葉です。幸せはいつも自分の心が決める。相田光雄さんです。これいつも部屋に貼ってあるんですけど、いつも心がジーンとしますね。幸せはいつも自分の心が決める。なんて素敵な言葉なんでしょう。極論ですね。究極の言葉ですね。結局はお金をいっぱい持ってても幸せな人は幸せだし、不幸な人は不幸。逆にお金を持っていなくても幸せな人は幸せだし、不幸な人は不幸。彼女がいても幸せな人がいても不幸な人がいる。結婚していても幸せな人は幸せだし、不幸な人は不幸。たとえ結婚してなくても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。両親がいても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。たとえ明日食う飯がなくても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。たとえホームレスでも幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。目がなくて両手がなくて両足がなくても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。目が見えて両足があって足が動けて健康であっても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。財産があっても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。財産がこれっぽっちもなくても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。顔が悪くても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。世界一の美人でも幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。最高のスタイルであっても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。こんなことを考えています。僕はいつもこれを見ながら、結局は物の捉え方、考え方次第なんだなと、つくづくつくづくつくづく考えさせられます。僕だっていつも幸せとは思いません。なんて不幸なんだろうと思う時があります。でもふとこの言葉を見ると、ちょっと待ってと思いますね。あなたがもし交通事故で体が動けない状態でも幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。あと一週間の命しかなくても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。あと30年40年生きれるとしても幸せな人もいれば不幸な人もいる。失恋しても幸せな人は幸せ、不幸な人は不幸。